はい、こんにちは。電磁気学の基礎の授業を始めたいと思います。今日はガウスの法則について勉強していきましょう。この人、ガウスだそうです。イラスト屋で、ガウスで検索したら出てきました。さて、この電荷球が作る、電荷球が球の周りに作るこの電場というのは、このように書けましたよね。この電荷から湧き出ていくような電磁場を記述したいわけです。さあ、どうやってやりましょうか。この座標を取りましょう。座標を取って、まあ、ある x, y, z のところにちっちゃいこの箱を考えます。x 方向にデルタ x、y 方向にデルタ y、それから z 方向にデルタ z、こういって、進んだ感じで、こういうサイコロを考えます。こっち側を A 面としましょう。こっち側を A' 面としましょう。A 面の放線ベクトルを、この紙面の向こう側、この方向ですね、マイナス1、0、0の方向に、取ります。それからこっち、A' 面の、この接線方向の放線ベクトルをこのように取ります。まあ、湧き出る感じにしたいわけですね。湧き出る量を見たい感じにするわけです。で、まず A 面の、にあるこの電場をこのように書きます。E の X、Y、Z ですね。それから A' 面。まあ、ここですね。の、E 電場を X たすデルタ X、それから Y、Z。まあ、この視点はここに取った方が良かったかもしれませんけれども、まあ、こういうことですね。さあ、A 面での E の電場の X 成分っていうのは、まあ、このように書けますよね。このように書けますね。なので、マイナス EX になります。それから A' 面での E 電場の X 成分っていうのは、今度はこう書けますから、このようになりますよね。A 面では、この中身、EX のその位置っていうのは XY、Z でした。それから A' 面での EX の座標っていうのは、この X だけデルタ X 進んだところでしたね。A 面での面積分、っていうのを考えると、まあ、このことですね。それは、デルタ y かけるデルタ z、デルタ y かけるデルタ z に、このものをかけてやればいいですよね。A' 面でも同じようにやると、今度はここだけデルタ x ずれたやつに、この面積をかければいいですよね。A' 面での面積をかければいいわけです。というわけで、x 方向の面積分の合計っていうのは、その2つを足してやればいいので、こうなりますよね。で、ここの部分をこのように書き直してあります。分母にデルタ X をかけて、こっち側にもデルタ X をかけてやると。まあ、こことここでデルタ X を通分できるように。もうわざわざこことここにこう書き足すわけですね。そうするとこれ面積だったのが今度は体積になりますよね。で、ここの部分はどう書けるかというと、もうあたかも微分ですよね。これ X での偏微分のことですよね。だから X の偏微分、それからまあ体積、要素をかけたものになります。サイコロの体積ですよね。Y 方向の面積分の合計も同じようにこのようになります。今度は Y 方向、Y 成分がここでずれていたので、このようになりますし、Z 成分でも同じようにこのようになります。さあ、そうすると、サイコロから、こう、湧き出てきたものっていうのを、は全部足せばいいので、今の全部足して、体積要素になりましたよね。もともと面積分していたのに、体積積分になります。さあ、ここの部分、なんか、いかにも、いい感じで書けそうですよね。そうです。このナブラを使えばいいですよね。このベクトルを使うと、ここ何でしたっけ？内積ですよね。そうです。
これ内積で書けばいいわけです。これ、この量がいわゆる発散、ダイバージェンスです。で、デルタ X、デルタ、デルタ Z っていうのをもっと微小量で書いてやると、まあ、こうなりますよね。微小量で書くとこうなって、このちっちゃいものの足し算でできるということで、このインテグラルがついて積分に書けます。いいですかね。面積分が体積積分に負けました。こういうことですね。面積分が体積積分に負けました。まあ、こんな公式を覚えてはいかんですよ。まあ、次元を見てやるといいですよね。面積分なので、これレングス、長さの2乗ですよね、ここ。で、ここは体積積分なので、長さの3乗ですよね。で、ここ微分ですよね、微分。この微分。微分っていうのは、これ、分母に長さがあるでしょ。だから L 分の1ですよね。だから両辺ともに、こっちは体積積分になったけど、ここで微分の長さがマイナス1乗になっているので、両辺ともども長さの、2乗になってます。この積分のところですよ。はい。これが、これで今のこのダイバージェンス、ダイバージェンスが出てきて、それはここに電荷があったら、電荷があるとその周りに電場がこうわーっと発散、泉のようにこっから出てくるように作られるよっていう式です。こう微小空間に、近傍の空間に、近傍の空間というか微分の形で、こうじわじわと湧き出ていくというのがこれです。ただし、ここ右辺には、これ、全部、ここの電荷をイプシロンゼロで割ったものになっていると。これがマクセルの方程式の1番目です。1番目ゲットなわけですね。4つありましたが、1番目がこれでゲットできました。さあ、まず適応例をやってみましょうか。点電荷 Q が作る電場を求めましょう。ここに Q が、Q っていう点電荷があったとしましょう。そうすると、マクセルの方程式から、ここ、ここは Q になるので、Q になりましたね。これでよろしい。では、半径 R の Q で、両辺を体積積分してやりましょう。これ、こう Q を考えて、ここの半径が R です。の Q で、両辺をこの Q の内部で体積積分をしてやります。まず右辺ですけれども、この中に体積積分してやって、これ点電荷、ここにしか電荷ないので、もうそれは体積積分してもこうなりますね。ここにしかないから、まあ、デルタ関数的に原点にあるだけですから、こうなります。Q はそのままです。じゃあ左辺はどうなるか。こいつの体積積分をしてやります。で、先ほどのように体積積分にこのダイバージェンスのあったやつは面積分に置き換えられましたよね。で、そうすると、この面積、Q の表面積ってことですよ。Q の表面積は半径 R なので 4πr の2乗ですよね。4πr の2乗 E です。今、Q 対象にこの電場は出ているはずなので、E の向きは中心から同型方向。もうここは大きさ。大きさでやってしまいます。方向は、中心から同型方向に放射状に伸びているわけです。さあ、これイコールこれです。なので、簡単に求まりますよね。4πr 事情で割ってやればいいわけです。どっかで見た式ですよね。ああ、4π なんてどっから出てきたのかなっていうと、まあ、こっから出てきたんですね。まあ別個、あ、まあで、特徴的なのは、ここ、R の2乗になりました。これ、2乗っていうのは、今3次元空間を考えているので、空間の次元から1を引いたものがここに出てきます。その1はどこで引かれたかっていうと、この体積積分を面積分に直したところ。ここが体積じゃなくて面積になりましたね。ここの2乗のことですよね。で、まあ、ベクトルで書き直してやると、このように書けますね。今のやつで、ここ単位ベクトル。単位ベクトル。いいですかね。はい。次の例やってみましょうか。まあ、とにかくいろんな例でやった方がいいんです。手を動かしていきましょう。電荷線密度が、このローっていうもの。クーロンオーバーメーター。まあ、こういうものがありました。もう、プラスの電荷がこう、均等にですね。ロー、
目、線密度がローで分布しているような無限に長い電荷が作る電波、この位置に作る電波を考えてみましょう。まずじゃあこの微小要素、微小デルタ Z、デルタ Z にこのローをかければここの、電荷が求まりますよね。だからここの電荷がこの距離に作る、まあ、ここのベクトル、この R と、その方向に作るのがこの、電波ですね。で、こっからは同じようにこう。こっからは同じようにこう。まあ、R の大きさが変わってきますが、これをどん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 足していくわけですね。で、例えばここを R として、ちょうどこっからの距離ですね。電線からの距離を R として、まあ、例えばここを Z と名付けると、ここの長さは、ルートの R 乗たす Z の乗ですよね。三平方の定理です。なので、この、こいつについて、この微小面積、じゃないや、微小線分を、こう、ずっと足してきゃいいわけですよね。それがこれですよね。で、Z の位置にあるところの距離っていうのは、このものですよね。だから、この Z に関して、マイナス無限大から無限大まで足してやればいいですよね。積分してやればいいですよね。まあ、足し算してるだけですけれども、積分してやればいいということになります。で、E の向きは、これ当然、こっから来るやつと、上から来るやつと、対象の位置、これ無限に長いので、対象の位置も同じ方向にあるから、そうすると、この、こっちの向きじゃなくて、上下方向の電波成分っていうのは、上方向があれば必ず下方向もあるので、必ず打ち消し合っちゃうんですよね。だから、こっち方向。だけですよね。こっち方向だけです。電線とはこの同型方向、こう離れる方向だけが残ってきます。で、これ計算すりゃいいんですけど、まあ、それなりに大変ですよね。これを積分しないといけません。さあ、でも、こいつを使ってやっちゃいましょう。さっきのガウスの法則を使ってやっちゃいます。まず、半径 R、それから、厚さが1の円盤。こういう円盤を考えます。この円盤。で、両辺を体積積分するということを考えましょう。そうすると、こうですよね。右辺は、こっからここまで、厚さが1なので、ローかける1という電荷がこの円盤の中に入っています。体積積分、この中。この円盤。線上にしか電荷ないので、これでいいですよね。体積積分しても、この円盤の中には、円盤というか、なんだろう、なんか、大判焼きみたいなやつ。大判焼きみたいなやつの中には、電荷はここの部分しかないので、まあ、電荷というのは、ローかけ1ですよね。じゃあ、左辺を見てやります。これはさっきのガウスローから面積分になりますね。で、これ、どんな風に出ていくかというと、まあ、この上と下方向には出てかないっていうことが分かりましたから、出ても打ち消しちゃっちゃいますよね。だから、ベクトルって足したら、足し算ができますから、足していくと打ち消しちゃっちゃうので、こっち方向。電線から離れる方向にしかありません。で、電線から離れる方向の、この大判焼きの面積っていうのは、2πr かける1ですよね。この帯のところです。大判焼きの側面ですね。あんこがあんまりないでこう。ずっと 2πr かける1で E です。で、E の向きっていうのは、電線からの同源方向です。外向きのやつですね。そうすると、これイコールこれなので、2πr 分のローということになります。これでもう元になっちゃったわけです。さっきの積分と同じ答えが出てきます。で、注目すべきは、先ほどと同じように、ここが、今度はこれ二次元空間。今、無限に一方向に長いっていうことは、この Z 方向の自由度は死んでるわけですよ。もう、同じですから、無限に長いっていうことは、そっち方向はもう関係ないってことなので、上から見たらこう二次元みたいなもんですよね。だから二次元の物理量を見てるようなもんです。だから、2から1を引いた R 分の1になってるわけですね。まあ、で、ベクトルで書くと、このようになります。ここは、単位ベクトル。
ということになっています。この電線からの放線方向ですね。放線でいいんだっけ？放射状に伸びている方向です。こうやって計算めちゃめちゃ簡単ですね。面積とか、これ円周の、なんだっけ、長さのさえ知ってればできますよね。はい。じゃあ次、嗅覚、まあ、ピンポン玉です。ピンポン玉に一様に電荷が分布した場合の電場を求めてみましょう。今度は電荷面密度。このピンポン玉の表面、単位面積あたりシグマという、電荷があったとしましょう。このピンポン玉の半径を A としましょうか。では、外側、この半径 R の球で両辺の体積積分をしてみましょう。この外側ですね。ピンポン玉の外側。で、こいつで、この、なんだ、ピンポン玉の外側にある球で体積積分をしてみます。そうすると、こうですね。これはいいですかね。今、この 4πR の、このピンポン玉の表面積は 4πA の事情ですよね。それに、このシグマをかけたのが、この中に、内部に入っている全電荷のことですよね。これが、ピンポン玉の、表面に分ある電荷すべてですよね。いいですよね。で、左辺は先ほどのように、この体積積分は面積分に置き換えられます。で、これはここで 4πr の事乗になりますよね。今度はここの表面積に置き換えられたので、4πr の事乗、E です。で、E は電線からのこの動径方向。放射状に伸びる方向です。そうすると E に関して、まあ、簡単に計算することができます。これ全電荷がここに来るだけですよね。まあ、全電荷を書く代わりに 4πA の事乗をシグマで書いてもいいですよ。でこれはもう中心に点電荷 Q があるのと全く同じですよね。まあ、十分遠くから見たらピンポン玉ってめっちゃちっちゃく見えるはずですから点にほとんど点に見えますから、まあ、これイメージ通りですよね。だけど、これ、クーロンの法則を使って計算していくと、まあ、かなり手間がやっぱりかかりますよね。こっから、なんかこう、いちいち積分していかなきゃいけなくて、この面積分、球の面積分の積分をしないといけないわけです。こうやったらもう一瞬ですよね。はい。球の表面積が 4πr 乗になるってことさえ知ってればできちゃうわけです。じゃあ、球の内部の電場はどうでしょう？球の内部。今度は球の内部でやってやります。こいつ。この球の内部に R を取って、半径 R を取って、その、球の体積積分をしてやると。で、この中には、これゼロですよね。電荷ないですよね。だから、右辺はゼロです。で、左辺は同じようにこうやっていって、でも、これ 4πr の事乗ですが、まあ、どっちみちゼロなので、電場はないということになります。ゼロということになります。で、これもやっぱりクーロンの法則を使ってやると、計算はそれなりにちゃんとやんなきゃいけなくて、まあ、めんどくさいわけですよね。でも、めっちゃ簡単ですよね、こんなの。で、これはですね、すごくうまくわかります。例えば、この中心を通る線を取ってやって、で、こう、そこからですね、こう、ちょっとずれたところから、こう、なんか、こんな風に R1 と R2 を取ってやります。で、R1 が作るこの面積っていうのは、ここにある電荷っていうのは、シグマかける R1 の事乗ですよね。で、今度 R2、この辺にある電荷っていうのは、シグマかける R2 の事乗ですよね。そうすると、こいつが作る。こっから、この、こいつが作るこの部分での電場っていうのは、こうなりますよね。R1 の2乗分のこの電荷になります。それから、こっち、R2、この人が作る、この場所に作る電荷っていう、電場っていうのは、これに比例してますよね。で、これ分母と分子、なんか、打ち消しちゃいますよね。なので、これ同じなんですね。というわけで、必ず同じものが出てくるので、だから、ここの部分の電場は0になります。
つまりここですね、この、R 次乗分の1に比例しているっていう、その、クーロンの法則、R 次乗分の1に則が正しいかどうかっていうのは、これでわかるわけです。もしも R 次乗分の1則からずれていたとすると、つまり、なんかピンポン玉に電荷を与えておいて、中身全然電波を、がないかどうか調べれば、この R 次乗分の1則に従っているかどうか、電気力っていうのは、電気の力っていうのは、距離の事情に反比例しているかどうかっていうのは、こんな風に、ピンポン玉にですね、表面にこう分布させて、中の電波が本当にゼロになっているかどうか、すべてゼロになるかどうかで確かめることができるんですね。はい、今度は無限に長い筒を考えて、ここに一様に分布した電荷が作る電波を、考えていきましょう。電荷面密度は、またシグマにしましょうか。クーロンオーバーメーター上、単位面積あたり、シグマクーロンの分布。電荷がここに分布しているような無限に長い筒です。すごい。無限に長い筒に一様に分布した電荷が作る電波ってなんか、噛まずに言えました。すごいですね、僕は。はい。で、これ。マクセルの方程式の1番目を使ってあります。で、半径 R、厚さ1の筒、まあ、こんなやつですね。厚さ1で半径 R の、を考えて、筒っていうか、また大判焼きみたいなことを考えて、その大判焼きで体積積分をしてやります。で、これもやっぱりですね、上と下方向っていう自由度は、これ無限に長いので、そっちの自由度ってもうないものと同じですよね。どっちみち打ち消しちゃう。だからこれ二次元で見てるようなもんです。この大判焼きの側面だけ、あんこがあんまりない方向にだけ見ていけばいいことになります。さあ、今筒の外っていうのは、今これ筒は半径 R にしましょう。筒の外は、こんな感じですよね。筒が半径 R だから、2πa のシグマをかけたものが、この大判焼きの、中にある。電荷ですよね。全電荷で、です。さあ、左辺はどうなるかというと、やっぱりガウスローを使って、この面積分に置き換えて、で、それは、今度は、この、なんだっけ、大判焼きの外側の面積になりますから、2πr の e ですね。まあ、2πr かける1の e です。で、e は電線からの動径方向です。というわけで、これ計算できて、答えはこのようになりますよね。はい、答えはこうです。めっちゃ簡単ですよね。じゃあ内部はどうかというと、筒を今度、大判焼きをこのミニ大判焼きにして、この筒の中に入れてやります。で、それで計算してやると、まあ、さっきと同じように、この筒の中はゼロですよね。電荷ないですよね。電荷の分布はこの筒の表面にしかないので、だからゼロです。というわけで、これは電波はゼロになっているということになります。これも上から見たように見れば、さっきのと似てて、さっきの二次元版ですね。こっから、これ、この中心を通る線を取って、で、ここ、R に、ここ R1 にしましょう、距離を。で、この R1 の方、R1 のこの部分からこの場所に作る、電波というのは、まずこの電荷はこんだけですよね。で、こっちの電荷ってのはこんだけです。で、E1、こいつが作る、この位置に作る電波っていうのはこいつに比例しているはずで、で、こいつが作る、この位置に作る電波っていうのは、なんか噛んでましたけど、まあこんだけですよね。で、やっぱり分母と分子にこう R の情報は消えちゃいますよね。やはり同じなので打ち消し合うということがすぐにわかります。はい。最後は、今度はボーリングの玉みたいなやつを考えて、まあ、その球の内部にですね、一様に電荷が分布した場合の電波を考えていきましょう。今度は電荷密度、単位体積あたり、この、ロー空炉の、ものが分布していたとしましょう。半径 A の球を考えます。今度はピンポン玉じゃなくて、ボーリングの玉です。で、これ使いますよ。半径 R の球で、
両辺を体積積分しましょう。まず外側を考えます。この球、このボーリングの球よりも外側のこの R、 半径 R の、球で体積積分をします。で、右辺はどうなっとるかっていうと、全電荷は半径 A の球の、球の体積が3分の 4π A の3乗ですね。それにこのシグマ、ローか、ローをかけたものがこの全電荷になってますよね。で、一方右辺っていうのは、左辺か、左辺っていうのは、まあ、このように、面積分になります。で、こいつは 4π R の2乗です。方向は、この同型方向ですよね。というわけで E っていうのはこのように書けます。これ、まあ、例によって遠くから見た時の点電荷と一緒ですよね。で、球に対してこいつを入れてやればよろしいということになります。中心に点電荷球があるのと同じですね。はい。じゃあ今度中を見てやりましょうか。中、この中です。今度は内側です。そうするとこれちょっと面白いですね。右辺はどうなっとるかっていうと、この中、中心から R の距離です。中心から R のところだと、その体積っていうのは3分の 4πR の3乗ですよね。この半径 R の球体の体積っていうのは3分の 4πR の3乗。それにこのローをかけたものが、この全電荷になってきます。この R の中のね。R の内部の。R、半径 R の球の内部の全電荷はこうですよね。で、左辺は、右辺と左辺と間違えた。右と左、間違えた。左辺はこのように面積分に直せます。で、それは 4πR の2乗 E ですね。で、E っていうのはこの電線からの同型方向です。大きさがこのだけ。で、これやってやるとこのようになりますね。で、これ R の3乗で、分母が R、R の2乗です。なので、このようになりますね。こんなふうになります。形が随分変わってきました。それで、この電場に、この電荷球の粒子を例えば入れたとすると、受ける力っていうのは、この電荷かけるこの電場でしたよね。で、もしもマイナス Q っていう電荷を持つ粒子を入れたとしたら、こんな力が出てきます。半径がでかくなればなるほど、こう比例係数の、なんかその、反対方向の力を受けるというやつです。思い出しましょう。こうバネの運動ですね。要するに、バネの運動と一緒。だこう、ずっと単振動するわけですね。これ、あれですよ。重力でやっても一緒ですよ。重力で、日本からちょうど地球の反対側、アルゼンチンとかあたりでしたっけ。ここ穴を掘って落としてやるとバネの運動をするっていうのをまたこの同じ計算でできます。重力もこういう、ポアソン法、このような方程式で書き直すことができますね。ガウスのこの、ガウスじゃない、マックスの方程、第一番目の方程式のように書くことができるので、同じような計算をして、単振動をするっていう結果をすぐに導くことができます。はい。で、今回見たのはですね、マクセルの方程式を使うと計算が簡単になる例を見ていきました。まあ、決してですね、この近接相互作用が本質の現象を見ているわけではありませんね。まあ、本質的にはこのクーランの法則と、まあ、一緒なので、特に近接相互作用が大事というわけではありませんが、でも、この、微分の形で書いた方が、まあ、計算、かなり簡単ですよね。まあ、それを見てきました。はい。では次回はですね、ポテンシャルについて勉強していきましょう。それでは。